ビリーグラハム1966年ビリーグラハム伝道大会及びビリーグラハム国際大会は国際的な福音伝道者ビリーグラハムを講師とする伝道大会である日本で4回にわたって開かれた1956年2月国際スタジアムで開かれ聴衆3万人決心者1200人だった立教大学では教職者向けのセミナーも開かれた 1967年10月、日本武道館と高楽園球場で開かれ、聴衆のべ20万人、決心者1万5千人だった。日本福音同盟は全面協力を決議し、福音派の教会のほとんどが協力したが、日本キリスト教団では反対運動が起こされた。1980年10月、幸楽園球場等を会場とし、沖縄、大阪、東海、広島、 福岡、東京の全国で開催された。聴衆約33万5千人、決心者2万6三3 8人だった。1994年1月、東京ドームで開かれた。聴衆のべ13万人を集め、決心者5万2千人だった。また、電動大会の模様は、衛星放送を通して、主要都市で中継された。ビリー・グラハムの電動大会では、 キリストには変えられません。輝く日を仰ぐ時が賛美された。決心の招きの時の賛美歌は、いさおなき我をである。ありがとうございます。